左からジーン・マッカーサー、アーサー・マッカーサー4世、ダグラス・マッカーサー。1950年にフィリピンに戻った時のもの。ジーン・マリー・フェアクロス・マッカーサーは、アメリカ陸軍元帥で、日本占領の連合国軍最高司令官、名誉勲章受賞者であるダグラス・マッカーサーの2番目の、妻である。1898年12月28日、後に、 ダグラス・マッカーサー夫人となるジーン・マリー・フェア・クロスは、銀行家であったエドワード・シー・フェア・クロスの娘として、テネシー州ナッシュビルで生まれる。ジーンが8歳の時に両親が離婚し、母親に引き取られたジーンは2人の弟と共に、テネシー州マーフリーズボロに引っ越し、母方の祖父母の家で暮らすこととなる。母方の祖父は、 アメリカ連合国の大意で、ジーンは軍服を名誉の証として飾る過程で育った。成長したジーンは、ナッシュビルの女子大学であるウォードベルモント大学に進学するが、後にマーフリーズボロのソウルカレッジに移り、卒業した。ジーンは学業を終えた後、両親の離婚も疎遠だった父エドワードと共に、世界各地を旅行する。しかし、ロサンゼルスから帰船。 ベルゲンランドに乗船してバルボアに向かう途中の1927年12月29日に父エドワードが急死し寺院は莫大な遺産を相続することとなったアメリカの20世紀を代表する偉大な英雄ダグラス・マッカーサーはその生涯に二度の結婚を経験している最初の妻であるルイーズ・クロムウェル・ブルックスは資産家の娘で ワシントン DC の社交界の花形としてその名が知られており、1922年の結婚の際には大きな話題となった。しかし、失素冒険が心情で地味な生活を好んでいた、マッカーサーは派手好きのブルックスとは何もかも合わず、最初の結婚生活は7年で破綻した。後年の自伝執筆の際、マッカーサーはブルックスとの結婚生活をなかったこととした。 離婚から6年後、マッカーサーは、フィリピンコモンウェルスのマニュエル・ケソン大統領に、軍事顧問として招かれ、フィリピンに赴任する。マッカーサーは赴任の際、後の大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワー賞ら、幕僚は、もちろんのこと、当時83歳だった、自身の母メアリーも連れて行った。マッカーサー一行は、客船、プレジデント・フーバーでマニラに向かうが、その、 プレジデント・フーバーに世界一周旅行中の寺院も乗船していた。きっかけなどの詳細は定かではないが、船内でジーンとメアリーは同じ南部出身者として打ち解け合い、寺院はメアリーから旅行が終わればマニラに行くよう勧められた。寺院は香港在住の友人を訪問してからマニラに向かい、マッカーサーと初めて顔を合わせることとなる。 ブルックスと同様に資産持ちであったが、性格や立ち振る舞いがブルックスとは、正反対のジーンをマッカーサーは気に入った。そして、2年後の1937年に、ニューヨークに一時帰国して、結婚式を挙げた。マニラに戻った後の1938年2月21日には、長男アーサーを生む。余裕尺尺のフィリピンのアメリカ軍は、 1941年12月8日の真珠湾攻撃に続く日本軍のフィリピン攻撃にさらされることとなった。まず空軍を叩き、ついでフィリピン各地に上陸してマニラに攻め寄せる日本軍に対し、マッカーサーはマニラを無防備都市として解放し、バターン半島とコレヒドール島にこもった。マニラの無防備都市化の最終決定は12月24日頃と、 見られ、脱出の準備は慌ただしく行われた。寺院はスーツケースに荷物を詰め込んだが、その中身に自分のものはほとんど入れず、食料やマッカーサーとアーサーの私物をたくさん詰め込んだ。崩るアーサーを連れた寺院は、蒸気船に乗り込み、コレヒドール島に移動した。遅れて、マッカーサーも三謀長、リチャード・サザランド少将を連れて、コレヒドール島に到着し、 二日後の12月26日にマニラの無防備都市宣言を発した。急いでマニラを脱出したためか、寺院はコットンのドレスとサンダル脇という姿でコレヒドール島に滞在する羽目となった。コレヒドール島暮らしが始まり、放学劇で夜も眠れず、食料も乏しい日々が続いた。やがてマッカーサーら爆料やケソンらコモンウェルス用人の脱出が計画されるようになった。 マッカーサーは当初、自身や、ジーンら家族は守備隊と運命を共にする覚悟を持っていたが、今朝オンラの脱出を承諾した後で、1942年2月末頃には、脱出を決心する。そもそも、マッカーサー一家への脱出の働きかけは、陸軍参謀総長ジョージシー・マーシャル大将から、発せられたが、ジーンは、マーシャルからの申し出には、感謝しつつも脱出を拒んでいた。 マッカーサーも考え方は同じであったが、マーシャルから家族離散の可能性を突きつけられると、運命を共にするという考えを事実上転換し、再協議する方向に変えた。なお、2月20日のケソンらの脱出後、ジーンと家政婦がコレヒドール島に残った最後の女性となっていた。閉所恐怖症の気があったマッカーサーの意向で、脱出は、 キャパシティの少ない魚雷艇を使うこととなった。ジーンは、アーサー、家政夫と共に、コレヒドール島を脱出する21名に名を連ね、魚雷艇 PT-41 に、マッカーサー、サザランドラと共に乗り込み、3月11日夜に、コレヒドール島を脱出した。脱出業の間、ジーンは、総打席に頑張り、戦場で何かを口にした覚えがないばかりか、 全く食事をしなかった情に、着替えも歯磨きもしなかった。2日後の3月13日の朝、この日は13日の金曜日であったが、魚雷帝軍は、輝んでオロに到着して、脱出業の半分の工程を終える。ここで航空機に乗り換えた一行は、3月16日にフィリピンを後にして、翌17日にオーストラリアに到着、ここに脱出業は完了した。 ジーンは後年、コレヒドール島での3ヶ月の生活は、オーストラリアでの3年間の生活よりも長く、感じたと回想している。その後、マッカーサーは、南西太平洋方面連合国軍、最高司令官として、オーストラリア、ニューギニア方面からの反抗作戦を指揮し、アイランドホッピングを駆使して、ニューギニアの戦いを戦い、レーテ島の戦いで、フィリピンに戻って、 フィリピン解放を実現した。その間、ジーンはアーサーと共にブリスベンで暮らし、ブリスベンでも社交的な主婦として振る舞って評判が良く、買い物でも普通に行列に並んだりした。マッカーサー夫妻の墓1944年12月18日、マッカーサーは元帥に任じられ、ジーンも元帥夫人となった。1945年3月に安全を、 取り戻しつつあったマニラに呼ばれ、再びマッカーサーとの生活を始めた。やがて1945年8月15日に日本が降伏し、マッカーサーは8月30日に厚木飛行場に到着、9月2日に降伏文書調印式を行って占領統治を開始する。マッカーサーの日本での最初の宿舎は横浜のホテルニューグランドであったが、 ここは前日の1937年に人員と式を挙げフィリピンに戻る際に宿泊したホテルでもあった。その後、シーマイヤー邸を経て9月8日にアメリカ大使館に移り、1951年4月に解任、帰国されるまでの間、アメリカ大使館がマッカーサー邸となった。大使館と邸宅が同居しているとこんなこともあった。9月27日に、 アメリカ大使館で行われたマッカーサーと昭和天皇の会見を、寺院はマッカーサーの副官と共にカーテンに隠れて盗み聞きしていた。1950年に寺院と面会したジャーナリストのジョン・ガンサーによれば、寺院はマッカーサーを元素やあるいはゼネラルと呼び、マッカーサーは寺院に夢中で、一方の寺院はマッカーサーを神のように尊敬している。 社交というものにとんと興味を示さないマッカーサーに、代わって社交面を取り仕切り、それでいて自ら威張るソブリや特別扱いを要求することは一切せず、周囲から賞賛されていたという。この点は、ブリスベン滞在時代とはほとんど変わらなかった。また、日本滞在中には、池花の展覧会に出席するなど、ガンサーが改装するように、社交面で活躍した。 1951年4月16日に日本を離れた後、マッカーサーとジーンは初めてアメリカでの結婚生活を送ることとなった。そして1964年4月5日、マッカーサーは84歳で亡くなり、結婚生活はおよそ27年で終止符を打った。27年のうち前半の14年はフィリピン、オーストラリア、日本での生活であったが、常実のように、 オーストラリアにいた時期は、マッカーサーは最高司令官として戦線を飛び回っていた。マッカーサーと死別の後、寺院はニューヨークでメトロポリタン歌劇場や慈善団体に対する支援活動に専念し、その一方でマッカーサーの功績や生活を語る講演会も多く行った。過去の栄光に対する賞賛に良くすることは必ずしも良しとはしていなかったが、 1988年には、時のロナルド・レーガン大統領から、大統領自由勲章が授けられ、1993年には、フィリピン政府から、昔の功績に報いて、レジオン・オブ・メリットが授与された。翌1994年には、アメリカを訪問した、天皇皇后夫妻と対面した。2000年1月22日、約1ヶ月前に101歳の誕生日を迎えていた。 ジーン・マッカーサーはマンハッタンのレノックスヒル・ホスピタルで一世紀を少し超えた生涯を終えた。亡骸はバージニア州ノーフォークにあるマッカーサー記念館のマッカーサーの隣に葬られている。本厚木駅近くにあるレストランバー、マッカーサーが0時の店内にはジーンが愛用していた1947年型キャデラックが保存されている。オーナーの母親が 厚木飛行場近くにあった自動車修理工場の社長と知り合いで、その縁から譲り受けたものである。横浜市中区根岸朝日台にあった邸宅で、シーマイヤーはスタンダード席ユニフォン支配人。ありがとうございます。